ないと弱いって評判だけど、どっち？まあ、なんだろう、なんだっけ、処刑人じゃなくて、なんだっけ、やべ、名前が出てこねえ。執行者か。執行者、暗殺者、あと監守を、の召喚を別々に、なんかこう、切り替えができるんだったら、まあ、強い部類には入ってたのかもしれないけど、まあなんか、探知に引っかかってからさ、追いかけるまでの時間がさ、ちょっと長いんですよ。ちょっと長いんですよ。で、まあその間、ちょっと長い間に、まあ時間もゴリゴリ削れていくから、緑ゲージのね。まあそう考えると、まあ10点満点中、まあ4ぐらいじゃない？ぐるぐる回る系だったら普通に、回る系のポジションだったら強いなとは思うけど、まあなんか、その場から離れてチェイスされたら、まあ、って感じかなって僕は思いました。いや、あと、隠れ話が、えぐい強い。えぐい強い。まあでもなんか使いこなせば、クソ強いなとは思った。ツイッターでナイトのメモおりました。結構えげつなんですね。いや、僕の動画見てくれないや。全部皆さんの疑問詰め込んでますよ。あーって。ナースの隠れ話強いよな。隠れ話のナースはマジで強い。間違えた。いやだって俺、隠れ話の効果、その発電機から 24m だと思ってて。で、見たら、ってなりましたもん。何それみたいな。そんな効果あるんすか？そんな効果だったんすかって。今日のレイスの動画使ってて、思ったんだけど。いやー、ナイトは本当に面白いっすよ。マジで面白い。なんか、まあ、強い弱いはほっといて、なんか、すげえ、この3つの監修人を使い切れば、使いこなせれば、まあ、すごい、おもろいキラーなんじゃないかなとは思いましたけど。普通になんか暗殺者と監視で壊すと超遅いから発電機。まあでも今みたいな感じであんまり長距離に引く必要はない。もう近距離でもうちょろっとでいい。1センチとか2センチとかその辺の通路引いて、でもなんかこう高速シャトルランさせて、高速シャトルランさせて探知させて追っかけた方が、まあ、全然ハマりやすいかなとは使ってて思いました。うん、そんな感じだね。オーケー、ありがとう。